2006年イタリア総選挙は2006年4月9日10日に施行されたイタリアの国会議員選挙である。1948年のイタリア共和国憲法制定後15回目の総選挙で上院と下院の全議席を改選した。選挙直前の2005年12月に当時のベルルスコーニ政権によって選挙法の改正が行われ。 それまでの小選挙区比例代表並立制から、プレミア多数制付き比例代表へと改められた。また本選挙では2001年12月の法改正で導入された在外投票制度が初めて適用された。中道左派連合ルニオーネを率いて、ベルルスコーニ政権の中道右派連合自由の家に挑み、僅差で勝利。ロマーノ・プローディは再び閣僚評議会議長に就任した。 上院の就審議員を除く。足田厚氏、イタリアにおける、選挙制度改革国立国会図書館、外国の立法、230就審議員は含まない。三輪の和弘、諸外国の下院の選挙制度国立国会図書館、リファレンスナンバー671、トレンティーノアルトアディジェ州における議席、トレンティーノアルトアディジェ州における議席はあれだオスタ、州における議席。 ありがとうございます。